初家。藤原南家、小瀬麻呂流、陸、奥で和瀬地、藤原藤丸の長男。家には、十四以上、右表へただし、三十六河川の一人、上岸八年章内記大内記倉人を経て、上岸十五年十五一下に除釈し、中塚章雄に任ぜられる。後、清和朝では、太宰章に、図書等妖勢朝では、稲葉守右、 兵衛健介を歴任し、元領6年15以上に除せられた。忍那2年右子の上少将。打った朝に入ると、忍那4年後いくら人に任せられるが1年ほどで、病気により辞任している。官票6年右子の上県中将、官票7年増人等と養殖を歴任し、官票8年正月に14位下に除せられるが、同年4月病気によりくらと頭も、半年ほどで辞任した。 またこの間、東宮大臣、領として、東宮、厚人新王にも仕えている。官票9年7月に、厚人新王の即位に伴って、東宮助を務めた功労として、14位上に助せられ、同年9月に、右、表栄正氏に任ぜられた。招待4年、または縁起7年即居。小野東風が、古今最高の農書家として空海と共に名を挙げ、 明治の三筆の一人である、中林五地区も常日頃から空海と年行の書籍を携帯していたという。現存する書籍は、署名のある次のものだけである。年行は、多くの人からホッケ業の書者を依頼され、200部以上を書いたが、魚を食すなど、不条のみのまま書写したので、地獄に落ちて苦しみを受けたという。 他にも亡くなった直後に、機返り自らのお経を書いて、再び絶命したという伝説もある。直線歌人として、古今和歌集以下の直線和歌集に28種が2種、歌集に、年行集がある。中期のないものは、日本三大実録による、孫卑文脈による、藤原年行き阿孫に関するカテゴリー、ありがとうございます。